こんばんは。どうも、こんばんは。こんばんは、こんばんは。コンタクトの箱がなくて困っている三村です。なんか大きいそのコンタクトをいっぱいやってたよ。まだ開けてないコンタクトを置いてある箱ごとどっか行ってなんでやってなってます。どこ行ったんでしょうか。消え失せてしまいました。さて、はてさて、本日はエッサコイサね、ご覧いただきましたか。ありがとうございます。エッサコイサでございました。私コンタクトはワンデーだよ。ワンデーでございます。ギフトありがとう。エッサコイサ、そう、2ヶ月前も同じメンツで。そうだから、この日エッサコイサ収録いけますかって言われて、メンバー言われて、この前と一緒ですけど大丈夫ですかってわざわざ送ったもんね。そう、大丈夫らしい。そう、コンサートについてお話ししました。いろいろ明日には多分オーディもね、オーディも公開されてると思うので、いっぱい話したから、あとそうだね、オーディ用のオフトークとかもあるから、ぜひ、うわー、こわっ、モービー、体が固まって、今日リハーサルでさ、結構朝からお仕事だったわけですよ。つまりね、つまりで、そう、頭パンクしてさ、帰ってきてめっちゃ寝ちゃって、普通に起きたら10時過ぎてた。7時間ぐらい寝た。そんなわけないか、さすがに。あ、7時間は嘘だわ、びっくりした。だって帰ってきたのが5時6時ぐらいで、多分6時ぐらいから寝てたから4時間ぐらいか、4時間ぐらい寝てましたね。寝すぎだ。で、はっって起きて、はっ、ゆきせいさん配信してると思って配信見に行きました。あのぐらいから見たよ。4期生の。そんだけ疲れてました。気づいたら、
4期生の大喜利やってたよね。大喜利じゃないけどあれそんだけ疲れてました。そうエッサコエサの宣伝しなきゃと思ってさ、それだけは確かしたよね。8時ぐらいしてなかったっけ。だから1回多分そこで起きたんだよね多分ね大喜利ではない、そう大喜利ではなかったよ確かに。でも寝起きの私には大喜利かなって思った。そうだからエッサコイサの宣伝はマジでもう夢の中でやった、まどろみ。結構ガチで記憶ないぐらい。いやだから本当に疲れてたんだと思います。まああのさあれおしゃべり会いつでしたっけ。昨日かあれいや私メールにも書いたんだけど、そうなんかおしゃべり会すげえ昔のことのように感じるのよ。でさで多分それは私多分なんていうの日差しでやられたっていうか暑さでさ軽い熱中症みたいなもんでさ昨日帰ってきて、まあ昼だったじゃん。で昨日帰ってきて普通に寝たんよ。寝ってか寝たっていうか気絶したというか寝たんよ。俗に言うねお眠だったんだよ。で起きてゼルダやってクリアしたやん。でゼルダクリアしたのももう昔のことのように感じてんの。だからそんぐらいちょっと今時空歪んでるから、えそう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 。でそれで今日は午前中からリハーサルあっていっぱい覚えて帰ってきて、まあ頭をとにかくパンク寸前だったからそれで寝て起きて今そう。いやマジでね昨日のおしゃべり会が昨日とは思えないんだよね。せめて4日前、絶対に昨日ではないのよ。おととい、いやもう100歩譲っておとといだわ絶対いやそんなことはないんだけど、マジで絶対おとといなのよおしゃべり会本当に。時空の歪み、まあ私が多分12時間ごとぐらい寝てるからなんだけど12時間ごとに寝てるから、寝てるタイミングであの日付が変わってるからそんなことになってんのよ。4日前とかだからさ、4日前ではないか、そのだからさっき寝てでリハーサルやったから、で リハーサルやったのが昨日で、寝てゼルダやったのが一昨日で、寝ておしゃべり会やったのがもう一個前のさ、おととい、しおととい、いろいろばらつきがありますけど、だからもう3日前なんだよね。そう結構ガチで時空の歪みがやばい本当に。そうなのですごい昨日のことのようには思えないですね逆そうね、おしゃべり会楽しかったんだけど、まあ暑かったよね
みんなが汗だくだったし、私はまあそんなもともと汗かかないけど、ね、汗かいてたし暑かったし。大丈夫やった？体調壊してない？私めっちゃ普通に頭痛くなったけどめっちゃ普通に頭痛くなったけど、みんな大丈夫だったの？涼しいとこいた？窓側の。窓なかったからね、うちのレーンで。今日言ったもん、窓なかったよね。帰りが、え、そうなんだよ。帰り一連だったらしいから、マナがいたとこで、私の時、そう、窓なくて、共感してくれました。本当に記憶が混濁しているというか、マジで3日前、本当に体感的には3日前なんだよな。だから本当に熱中症予防で、まあ来てくださった方分かると思ったけど、まあ、あの扇風機、ハンディファンと、まあ、水もあったし、あと、ジップロックに氷入れてタオル包んで、なんか、なんか簡易的な、なんていうの、頭冷やすやつみたいなそうで、ほんとことあるごとに首冷やして、そうそうでさ、お話ししてると体温上がってって、ほんとにどん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 熱中症の危険性が上がるから、あ、そう、氷の氷のだったから、おしゃべりしてる時も、おしゃべりしてる時に持ってるわけじゃなくて、あの机あったから机の上置いて、そこに手首乗せて、そうやってたりしてました。そう、そしたら一応ヒートアップすることないじゃないですか、だから冷やして。でたまにすごいファンの方の中でもう暑そうで、てかそれはね本当にそうだったんだけどね、あの暑いと頭回んないねって話はね、すごいたくさんの方としたんですよ。でもハンディファンね、そっち向けて、届く風、届かない、届かないかっていうことをやってたりもしました。うん、それ3日前に感じてますね、今のところ私は全然昨日っす、昨日のことなんですけどね。うん、そう、まあでも今年多分学んだんでしょうね、 NGT さんは。フローラさん多分学んでさ、あの今年夏の大釜はねこれしかないんだよね、確か、確かね、そうだから学んだらしい。寒い時は寒いけどさ、寒い時みんなせっかく可愛い服着ててもさ、ダウンジャケット着てっからさ、みんななんかドラム缶みたいになっちゃうダウンジャケットで真っ黒のドアンゴムシみたいになっちゃう。マジうどんできちゃうよね、大釜、釜湯で。さて、明日は9時ぐらいからサマーコンサートの同時視聴をやろうと思っております。一応その予定、変更の可能性はあるけど、明日は多分公演終わって、だから私は明日公演出ないんですけど、そう、公演終わって9時だったら多分みんなもうあれかな、大丈夫かなと思うので、
サマコンの当時視聴をしていこうと思いますよ。確かに起きてなきゃね。今日ね、あの今日の寝落ちはだって本当にそんな寝てると思わんかったしな。全然気づいたらじゃったから。ありがとうございます。よし、水。オーディ各ポッドキャストにてぜひ明日昼頃多分公開されるんで、今日見逃した聞き逃したよっていう方はぜひお聞きください。あとまあフリー、地域フリー、タイムフリー。コーヒーは飲み忘れたんだ。そうゼルダは昨日クリアしたらしいんだけど昨日、そう昨日らしい、私は一昨日に感じてるんだけど、まあゼルダは昨日ギリ昨日でもいいけど、おしゃべり会はマジで昨日じゃない。本当に本当に嘘じゃない、嘘じゃないもん。トトロいたもん、嘘じゃないもん。お姉ちゃんのバーカー昨日じゃないもん。ということでじゃあ壇上読みます。13位栄太郎さん、12位米沢二郎さん、11位玉広さん、10位ヨッタさん、9位ケイさん、8位トッシーさん、7位あずきさん、6位新一さん、5位ヒノヒーノさん、4位ゆかほしじいさん、3位赤道のターボーさん、2位ベロさん、1位東郷さん。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。コメントももろもろありがとうございます。そう、リカさんの卒業公演もね31日に決まりまして、はい、さっき発表してました、聞いてましたよ。なので今日からね美葉ちゃんも復活ということで、復活、そう無理せずまた一緒に踊れて歌えるの嬉しいです。ということでそれでは皆さん今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。